国のタンカーが消息を絶つという怪事件がこのところ立て続けに起こっていた。だが情報はいつも遅く、タックが事件を知るのはいつも事件の数日後であった。現在地、海岸線より3キロ東の MR 海域上空、異常ありません。何だろう。待ってろ、今助けて。いいじゃん、船長さんの息子なんだ。船長さん海で死んじゃったんだって。こっちだよ。おう、部屋を温めなきゃ。はい。ユージ君は小舟で沖へ出ようとしてたらしい。ユージが沖へ？嘘です。嘘？嘘です。ユージがそんな危ないことするはずありません。そんなこと言ったって。君たちはお父さんだけじゃなくお母さんまで。母は去年のある交通事故で亡くなりました。でも父は死んでなんかいません。父は帰ってきます。お姉ちゃん、貝殻が。ユージ、何も話さなくていいの。もう大丈夫ですから、どうぞお帰りになってください。この人タックの人なんだよ。ユージはタックの人に助けられたんじゃないか。そうだよ。あんたたちまだいたの。ユージと遊ばないでって言ってあるでしょ。さあ早く帰りなさい。チッタックの人に助けられてくせに。どうぞお帰りになってください。どうしてユージ君と遊んじゃいけないって言われてるんだ。君たち意地悪するのか。違うよ。君たちも分からないんだ。ユージに近づこうとするとユージの姉ちゃんがすごく怒るんだ。船長さんが死んでから変わったんじゃないの二人。うん、ユージなんか頭がおかしくなっちゃったみたいよな。頭が？うん、いつも変な袋を持って海を見ながら歩き回ってし、俺たちが逃げ出しちゃうし、それにあの姉ちゃんだって前はもっとよく歩ったし、もっと優しかったよな。あ、ユージだ。もうあいつとは遊ばねえや。もう大丈夫なのか、ユージ君。どうしたんだ。僕だよ。僕を助けてくれた人？北斗誠司。おお、貝殻集めてんのか。ちょっと見せて。綺麗な貝だね。この貝殻、海から浮かんでくるんだ。水に浮く貝殻。変な貝だな。返してよ。あ、おお、いっぱい集めたんだな。家にもいっぱいあるよ。今日は112枚も拾ったんだ。全部でね、937枚。それはすごいや。あと63枚で、あと63枚でお父さん帰ってくるんだ。お父さん？君のお父さんは？この貝がね、1000枚集まったら僕のお父さん帰ってくるんだよ。ユージ！先ほどはユージを助けていただいた方にあんなこと言ってしまうなんて。さあユージ、帰りましょう。まだあるかもしれないよ。もう少し探してくる。お父さんが死んだことを隠してるのか。言ったんですか、そのこと。ユージに言ってしまったんですか。すいません。私、ユージが父のことを知ったらどんなにショックを受けるかと思って。それで近所の子供とも遊ばせないのか。
はタンカーの船長でした。タンカーの？ええ、一番最初の行方不明事件のタンカーでした。ユージは父のタンカーが行方不明になった次の日、この海岸で4枚のとても綺麗な貝殻を拾ったんです。私、お父さんはどうしたってユージにうるさく聞かれて、あの綺麗な貝殻が1000枚になったらお父さんは帰ってくるわよ。子供を騙したのか。父が死んだなんて私だって信じたくない。だからユージにはなおさら知らせたくないんです。お姉ちゃん、942枚になったよ。あと58枚だよね。もうすぐお父ちゃん帰ってくるよね。どんな理由があろうと僕は子供を騙すのには反対だ。他に何か方法はなかったのか。私には私の考えがあります。どうぞも私たちに構わないでください。休暇願いか。ああ、ちょっと気になる子供がいるんです。何、子供だ。頼む、ぶっ倒せるぞお前は。いいか北斗、今はまだ連続16件のタンカー行方不明事件が未解決のままなんだ。だから子供なんてどうなってもいいって言うんですか。何、北斗隊員、ほっといたら子供らしさも生きる力も失ってしまいそうな子供がいるんです。僕は黙って見てるわけにはいきません。隊長、タックの使命は鳥獣をやっつけることだけではないはずです。何を。山中隊員、北斗の言う通りだ。タックは子供の味方だ。一人の子供から生きる勇気を奪ってしまう何かがあるとすれば、それは鳥獣よりも恐ろしいタックの敵だ。北斗隊員、1日の休暇を許可する。ユージ君に貝殻のことなんて忘れさせればいいんだね。うまくいけばいいかな。心配すんなって、大丈夫だよ。北斗さん。よう、どうしたんだ。ユージを子供たちと一緒に遊ばせてるというのは本当ですか。ああ、一緒に来るかい。ユージ君もだんだん元気が出てきたぜ。余計なことはしないでください。もしもユージが誰からか父のことを聞いてしまったらどうするんです。何を言ってるんだ君は。あのままで置いたらユージ君は本当にダメになってしまうんだぞ。私がついてる限りユージをそんな目に遭わせません。ユージ君はあんなに楽しそうに遊んでるんだ。自分のおせんちのために弟をこれ以上犠牲にするのはよせ。おせんち、私の。そうだ、本当は貝殻を千枚集めたいのは君なんだろ。北斗さん、北斗さん。どうした。ユージ君がいなくなっちゃったんだ。なんだって。俺たちゲームに夢中になって気がついてみたらいなかったんだよな。うん、ごめん北斗さん。何か思い当たることはないか。そういえばさっき海の方から暖かい風が吹いてきて、ユージ君、その風が吹くといつも貝殻が波に運ばれてくるんだなんて。貝殻だ。ユージ君はまた海に行ったんだ。あの貝殻は海に浮いた貝殻なんかじゃない。あれは鳥獣の何かなんだ。何、タンカーを襲う鳥獣が現れる。そうです、この MR 海域を航行しているタンカーがいるはずです。至急手配願います。分かった。でそのユージ君という子供の行方はまだ分からんのか。はい、すぐ海上捜査に向かいます。ユージ、本当まだ見つからないのかユージ君は。大丈夫、タンカーの位置が判明した。 AX005、 タンカー50万トンの大型船だ。もし鳥獣が出現したらどえらいことになるぞ。了解。あ、ユージ君、隊長、ユージ君を発見しました。ユージ君、そこを動くんじゃないぞ。
化け物め。北斗のボートに気をつけろ。タンカーを迂回させろ。攻撃開始。ゾウ。はい。はい。あの貝殻はこいつの鱗だった。北斗さん、貝殻だ。貝殻だ。危ない、ユージ君。それは貝殻なんかじゃない。あと29枚でお父さん帰ってくるんだよ。帰ってくるんだ。北斗さん拾って。ダメだ北斗さん。ダメだ、ユージ君。北斗さん。山中隊員と今野隊員は担架を護衛しろ。我々はこの海域で警戒に当たる。了解。この貝殻が鳥獣の鱗だなんて、こんなもんなんか、こんなもんなんか。ユージ君、その鱗を分析すれば海底火山の弱点が発見できるはずだ。それを貸してくれ。ああ、言った。どうして、どうしてそんなひどいことを。貝殻千枚集めたら死んだ父親が帰ってくる。そんな話を信じさせる方が残酷だ。余計なおせっかいよ。気をつけ、ユージ。ユージ君。ユージ、開けなさい。嘘つきだ。大人はみんな嘘つきだ。嘘つけ、お兄ちゃん、負けろ。えい、こんなもん。えい、こんなもん。えい、えい、えい、えい。鳥獣の出現によって MR 海域は船舶の運航が禁止され、静かな海になった。あの事件以来、ユージは家に閉じこもったきりだというナミコの連絡が北斗には気がかりであった。海が汚れなければ海底火山も出てこなかった。なぜ海が汚れたと思う。工業廃液だ。そしてその工業は大部分石油によって動いている。だから石油を運んでくるタンカーを襲った。それじゃあ奴をいぶし出すには海をうんと汚せばいいってわけか。くだらん。タックに自然破壊ができると思うか。それじゃあやっぱり手はなしってとこだな。いや、一つだけ手はある。おとりの担架を使うんだ。おとり作戦。うん、そうだ。隊長、作戦開始は何時ですか。うん、おとり作戦でもし鳥獣が出現したら、ユージ君はまた海へ出るかもしれない。心配なんです。大将、作戦開始の時間までには戻ってきます。北斗。よし、作戦開始だ。はい。いいか、山中の指示に従って攻撃開始だ。はい。山中隊、異常はないか。現在のところ異常なし。大変申し訳ありませんが、どうしても会いたくないってユージが言い張ってるんです。そうですか。ユージ君、
僕だ、北斗だよ。君はいつからそんな弱虫になったんだ。男の子はね、どんなことがあったってへこたれない頑張りと勇気があるもんだ。そんなことじゃお父さんのような立派な人間になれないぞ。今度来た時は元気な顔で出てくるんだぞ。じゃあ。船長坊だ。隊長、海が光り始めました。お、いよいよヤッコさんお出ましか。よし、攻撃準備。はい、はい。しまった、タンカーの中身は偽物だということを見抜かれたようです。奴は陸に向かいます。奴を丘に上げるな。行くぞ。Thank you.
ユージ、ユージ、ユージ、ごめんね。嘘ついて姉さんがいけなかったのよ。ごめんね、ユージ。ユージ君、ユージ、偉いぞ、よく頑張った。偉い、ユージ君、よく頑張ったな。息を吹き返したぞ。元気になってな。またユージと遊べるぞ。よかったな、よかったな。お姉ちゃん、北斗さん。こいつ。あ、北斗さんにも品がある。The Ultras and the Absolutians. We must prevent this war from escalating.They continue to grow in strength, but any potential threat must be eliminated. There's no time to waste. All that stands in the kingdom's way shall fall before my blade. The kingdom, they're our greatest threat yet. Can we beat them? But I know them. My friends will never give up hope. Let's go, everyone! Game on!In the name of galactic peace, we'll do everything to stop you! The survival of our race is on the line. We cannot back down. I'm going to enjoy myself. There is no light or darkness! I will stop you! A miracle fusion! Ultra amazing! I shall still strike him down. Let's survive this and achieve victory. Execute you here myself!I'm Grandmaster of the Cosmo Beast Style. Ultraman Regulus. Ultra Galaxy Fight. The Destined Crossroad. Who dares? Hey, don't forget about us. おや、この中の何名かはチャンネル登録がまだのようだな。登録をしてもらえれば最新情報をお届けするぞ。さあ、ここをタップだ。頼んだぞ。